NSP170 シエンタ。今回ねワイパーのゴムね変えていきます。まあ、とりあえずね外していきます。取ってや。ここでも取ってや、うん、いやこの辺アップで移してくれ。これ、うん、まずねこのキャップ外します。もっと近くに来て、ここねスライドします。ちょっと回してね、これほんま上げとった方がええねんけど、でこっちも一緒です。でこっちはねし長いので上げてつかないよ。下ろすときに多分あれ冷やすいと思う。バーンなったらな。あ、うん、もうね後ろもいっときます。後ろはねここでやった方がいいんですがね、ここにね引っ掛けあります。この辺から抜けるとこあります。ここね平らになってるとこあります。とりあえず交換準備します。じゃあね変えていきます。まずねこの左側の短い方ですね変えていきます。でね重要なのはこのね向きですね、上か下かっていうね。キャップがね上がる方が上です。でこの真ん中の溝ですね、ここスローブになってパカッとねこの四角いところに入るようになってます。とりあえずね下から抜きます。抜きます。で、ね、金具ね外します。で事前にねちゃんと長さね調べておいてください。でワイパーのねこのゴムの逆側にね細い溝あります。金具ねこういう感じでこのワイパー側ねが内に入るようにしてください。で今度ね下で止めるのでねゴムはね上から、でワイパー側は下から、下から抜いて下から入れるっていうこんな感じで溝ね、まあ、見たらね分かります。爪の方と溝の方とで入れていきます。で溝をね溝というかね爪の部分をね飛ばさないように全部入れてください。で最後ね止まります。で初めにね説明したこのスローブ、爪がスローブをね飛び越えて穴に入るようにこれで OK です。ちゃんとね入ってるかね確認してください。でね、長い方もね、一緒です。ちょっとこのトヨタのね、ブレード分厚いのでね、硬いです。
で長い方ね、この上に上げるとねスッと入ります。まあ、簡単に入ります。で同じように、ね、下から抜いて下から入れます。で長い方はねしなりがきついのでちょっとね硬いです。穴に入れます。でこのゴム部分ね、なんかねちょっと新品のねなんかこう粉みたいなのついてるので、ね、弾くのでね綺麗にね拭いといてください。で後ろ側はね方向内です。このコの字型にねなってるところに入ってるだけです。なので、ね、こいつをねちょっと浮かします。で抜き取ります。で長さをね測ってもらって、ね、この飛び出ないね金具が飛び出ないゴムにしてください。汎用でね切ったりしないように。でまあね1個ねつけておきます。こいつはね一緒で爪があって溝があってで入れます。で入れるとねここに押されてねちゃんと入らないです。ピュッとねゴムがね上に上がってます。でそのままね入れていきます。で2個目からはねちゃんと入ります。これね外しておいてください。ここねぐちゃぐちゃになります。でちゃんと入ってるのを確認してね落とします。で初めに入れたところ以外はねちゃんと入ってます。でこれはねもう爪でね奥に掘り込みます。これで OK です。じゃあね取り付けていきます。まずね後ろから付けます。このねへこんでる方でさっきのねまっすぐとまっすぐのなるところでここはね慎重にでちゃんとね止まるか確認して止まらへんかったらねこいつ交換で、うん、長い方からいきます。長い方はね上げてください。でこの角度で入れながらまあね引っかかるところにちゃんとね入れてもで最後はねキャップをこれはねガタつかないです。まあ入ってるかねちゃんと目視してください。こっちはね上げずにできます。これで OK です。
今回ねお客さんに撮影してもらいました。映るでええの他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。